こんにちは、キュンキュンのリナポンこと井上リナです。今日もリサルンが来てくれています。イエーイ。こんにちは、キュンキュンダブルセンターのリサルンこと深谷リサです。はい、今日もね、はい、リナポンの散歩道、はい、リサ、はい、でもうリサポンの散歩道でやっています。はい、今日はですね、ちょっと特別なところに行きたいと思います。本当ですか。はい、女の子なら誰でも憧れるあのお店です。行ってきます。今回私たちがやってきたのは福岡市中央区渡辺通りにある美容サロン、パーソナルリンパセラピストの川村麻里子先生にリンパドレナージュというリンパの詰まりを流す美容マッサージをしてもらいます。はい、では早速やってもらいたいと思います。まずは何をするんですか。はい、鎖骨、この鎖骨、はい、周りのリンパを流して、こちら側、左半分だけ小顔にしていきたいと思います。小顔に、小顔、リサル丸いけんいいやない。そうなんですよ、すごい顔が丸いって言われるからちょっと楽しみですね。首と肩とこの鎖骨周りのリンパを流してあげることで、はい、むくみがすごく取れてくるんですね。見てもらうとですね、笑ってもらうと口角の位置がこうちょっとこっちの方が上がってきてるんですよね。あー、なんとなくそんな気がします。はい、あー、違う違う違う、フェイスラインのこの位置がちょうどこう今徐々に上がってきてますね。えー、まだ顔に変わってもないのにですか。そうです。すごい。では今からリンパの方流していきますね。はい、こちらどうぞ。これ以上どうなるの。なんか塗ってるオイルにもなんかこういい成分が入ってたりするんですか。そうですね、今使っているのはササミオイル、あのごまの油ですね。抗酸化作用がとてもあるオイルなので、保湿作用がすごくあります。普通の食用のごま油とはやっぱ違うんですか。違いますね。そうなんですね。私もやってもらえることになりました。すごい詰まってるみたいなので。すごいワクワクする。なんでこう、なんか詰まってたらどう違うんですか、見た目とか。あのですね、顔色とかにも影響します。顔色顔色、あ、痛い。詰まってますね。詰まってる人は、はい、あの全然今力入れてないんですよ。はい、すごい痛いですよね。いや、なんか力入れられてる感じはしないんですけど、あ、詰まってるのが分かります、なんか自分でも怖い。あー、気持ちいいです。全然今力を入れてないんですよ。あー、すごい、やっぱプロですね。ありがとうございます。ビフォーアフター、どうですか。違う、わー、コンタクトの位置が、はい、違いですね、こっちの方が笑ってる、うん、あ笑顔が、あの、リンパマッサージをすると代謝が上がってどんどん体が熱くなります。血行が良くなって体の凝りもほぐれるんですよ。またこのくびれメイキングマッサージでは、なんと1回で3センチ近くウエストが細くなる人もいるんだそうです。うわ、すごい、こっちの方がめっちゃへこんでる。はい、では完成しました。イエーイ。どうですか。全然違いますね。もう肌のツヤと、はい、あのこのフェイスラインだったり口角の位置とかだったり、まず目の大きさ全然違う。全然どうですか。アッパーが変わりやすかったですね。なんか笑った感じのここのお肉がすごいスッキリしてて、なんかもう今まで何だったの、何だろうって感じですね。継続してリンパを流してみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。